触らなきゃでもか足が痛いんだよなと思ってても、はい、つけると、はい、よし頑張るって感じで保護して楽なのがもう分かってきてるので、はい、さらに台所立って、はい、茶碗洗うのが楽になってきました。あ、なるほど。かかとと膝と、はい、腰で、はい、特に座骨神経痛もあります、はい、で、こちらに、はい、治療に行ってきました、はい、で普段は、はい、仕事は火曜日から金曜日まで、はい、で半日仕事をしてます。立ち仕事、はい、何か物を持ったりしゃがんだり立ったりとかあります？品出しなので、品出しで物を持ったり、はい、運んだり、はい、持ち上げたりっていう、はい、仕事をしてます。なるほど、はい、特に、はい、何もしてなかったですよ、ここに来る前は。あ、そうなんですね。もう昔から、はい、左足の、うん、ふくらはぎが太くって、はい、太いね、太いねって思いながらも、うん、もう頑張ってこれてきちゃったんですけど、はい、50過ぎてから、ちょっとだんだんとその頑張りができなくなってきちゃって、はい、もう2年ぐらい前からちょっと母亡くなり、はい、その後はちょっとだんだん緊張が溶けて、うん、自分の体にと向き合えるようになってきたぐらいから、うん、あ、これではいけないと思い、うん、何でかどっか、うん、治療できるところを探してたら、はい、こちらで、はい、見つけたので、はい、なるほど。お母様いた時は痛かったけどもなんか頑張れたと。そうですね、はい、なんかふと、はい、あれおかしいって、右半分がおかしいって気がついて、はい、違和感っていうか、はい、神経がこう通ってないような感じで、はい、ちょっとおかしいのかな。なるほど。かかとは、はい、1枚まで痛くなかったんですけど、うん、だんだんとこの腰から来てるのかなと感じて、はいはい、一番辛いのは朝起きてと立つ時が一番辛いですね、はい、朝起きて立ち上がる時がつらいと。かかとはね、なるほど。膝も、うん、本当はここ最初外側は痛かったんですけど、はい、だいぶ和らいできて、はい、で今はちょっとここら辺が硬く、内側が硬くなって、はい、そこがちょっと座る時とか、はい、あぐらかく時に痛みがある感じですね、はい、など、まあ、朝ですかね。前はひどいと、はい、サロンパスと出血両方張ってたりとか、はい、ダブルで張ったりとかしてたんですけど、はい、今はそうでもないです。サロンパスは抜けて、抜けてシップだけ、シップだけでダブルで張ったのはシップだけになった。はい、はい、そうですね、うん、まず台所仕事してて眠くなっちゃったらちょっと座るじゃない、はい、そうするとやっぱ再び、あ、邪魔らなきゃ、でもか足が痛いんだよなと思ってても、はい、やっぱこうつけると、はい、よし頑張るって感じで、保護して楽なのがもう分かってきてるので、はい、もう再び台所立って、はい、残りの、ね、やらなくちゃいけないことなので、はい、茶碗洗うのが楽になってきました。あ、など、まあ、今日でやや1ヶ月ぐらいになるんですけど、はい、だいぶかかとの痛みが、はいはい、半減してきまして、はい、あ、半減してる感じ、はい、はい、そうですね、で私はもう朝、はい、そんなにかかとは痛いんですけど、はい、前ほど痛くなくなってきまして、うん、アキレス腱ですかね、はい、ここを伸ばすようなストレッチをすると、はい、階段がこうスタスタッと降りられるようになって、うん、それまではすごく痛くって、はい、もうびっこびっこで階段を降りる感じだったんですけど、はい、今はスタスタスタッと降りれるようになって、なるほど、はい、やっぱり私のようなかかとが痛いとか、はい、膝とか腰の痛みの人は、うんうんうん、使えるようになれたらと思います、ね、うん、なるほど。使ったらどうなりそうですかね。そうですね、はい、使って2週間くらいは、うん、おそらく6割か7割痛みが半減すると思うんです、うん、そのためにもやっぱりサポーターをつけるだけでなくって、うん、やっぱり腰と足のストレッチをしながら両方でやっていくと随分違うと思います、うん、なるほどね、はい、サポーターしながらストレッチもしてみたいな感じで、はい、そうですね。